柔道なんかは、その、いい動きして、としても、相手がそれを返すことってあるじゃないですか。そういう時に、返されちゃった、やられた、一本取られちゃった、でも、その前の返しが良かったっていう、ね、返されなければ、その前の自分からの言った部分が部分的にいいっていうこともあったりするわけですよね。で、それを、でも、結果としてはやられ、投げられちゃった、やられちゃった。そこではなくて、その前の部分に気づいても、良かった部分に気づいてもらうために、される、まあ、あります。もしくは、皆さん、良かった部分は良かったっていうふうに思えるもんなんですか？そこが先ほどからの指導者の考え方で、やっぱり結果を追い求めてる指導者は、やっぱり結果にしか目がいかなくて、もっと先の結果を見るんであれば、まあ、結果的に投げられたにしても、例えばチャレンジであったり、その感覚を評価してやるっていうことが、やっぱり大事なんじゃないかなっていうふうには思います。だから、まあ、ゴールはないんですけれども、少なくとも、今目指している目標がどこにあるかっていうことをしっかり見定めた上での今をどう判断して、そこでどういうふうな対応をしていくかっていうところだと思うんですけれども、あとやっぱり先ほどの話じゃないんですけど、やっぱり成長っていうのはやっぱり変化だと思うんで、そうですね。はい。だからやっぱりさっきの型にはめるっていうのは、まああくまでも考え方であって、型を守らせるっていうよりも、やっぱり常にこう変化していくっていうところを、に成長があると思うんで、やっぱりそこをしっかり認めながら、ただその変化の方向性とかをいろいろやっぱり話し合いながら、こう微調整していく。で、感覚を言語で置き換えてキャッチボールできるっていうふうな、まあ今もそういう指導者どんどん増えてきてますけれども、もっともっとやっぱり指導者だけじゃなく、やっぱり親御さんあたりがその辺を理解しないと、やっぱ親御さんの影響力が大きくて、それで指導者がかなり左そう右でさすれてしまうね。ってことがあるんで、やっぱりこういう話をスポーツに携わる人、コーチだけじゃなくて、親御さんたちにも伝えていくっていうのは今後大事になってくるのかなとは思います。親の教育必要ですね。はい。ねえ、ありがとうございます。